山本修五郎作孫七とずんど1列封と豪雨の夜だった遠江東東の国浜松城の車内に立ち並ぶ少子の家屋敷はさまじい雨と風に巻き叩かれて今にももみつぶされるかと思われた中でも榊木原小平太康政の屋敷は大手門を入ったすぐ東側にあり ことに風当たりがひどかったと見えて散々なありさまだった三棟ある侍長屋のうちまず二棟が倒された安政の住居もひしをめくられ瞳を剥がれた塀などはそのあともとどめないくらい吹き飛んでしまった家来たちは頭からずぶ濡れになり闇を引き裂くような風にたたかれながらののしりわめきつつ右往左往していた すると夜半過ぎた頃になって「橋の長屋が危ないぞ」という叫び声が聞こえたみんなが駆けつけてみるとなるほど風のあおりで板屋根が波を打ち出しているし長屋全体がみちみちと悲鳴を上げながら揺れたっている「早く誰か角を持ってこい」いや後ろから使っかえば後ろ口々に叫び立てていると長屋の端にある家の戸が ギチギチときしみながら、内側から開いた。そして、中からぬっと、一人の侍が出てきた。よ、いや、なんだみんな、びっくりして飛びのいた。あんまり思いがけなかったので、肝を潰したのである。家の中から出てきた男は、極めて漠然たる目つきで、みんなを見回した。胸の厚い、骨組みのたくましい、見事な体である。 目も口も鼻も大きい、耳も大きい。眉毛も鮮やかに黒々と太い。造作が何もかも大きくできている。それが実に漠然たる感じで、ルーっと立ちはだかったのは壮観だった。よ、孫七ではないか。お魔孫七だ。一人がようやく相手を見分けてそう叫んだ。それがもう一度、みんなを仰天させた。 本当に孫七だ。一体、貴様どうしたんだ俺か俺はどうもしないよ。どうもしないと言って、貴様今まで、この中で何をしていたんだ寝ていたのよ。吐きれたやつだ。見ろ、もう、つぶれかかっているぞ。だから、出てきたのよ。と、彼は、ことも投げに言った。つまり、寝ているところへ、長屋がつぶれると、危ないからな。 それから彼は大きな目で宙を見上げ、手を額に当てながらおもむろに行った。雨だね。と、これが我が柿の木孫七郎である。榊原家の孫七に対して堺左衛門の城忠津区の家来に石原寸土右衛門という人物がいた。元気元年六月の姉川の陣に徳川家康は織田信長の頼みで先陣を務め、 朝倉軍を引き受けて戦ったその時ずんどは堺忠次の先手として朝倉軍の側面を突くべく稲田に挟まれた細い田道を一帯の兵と共に前進していったするとそこへ信長がわずかな友を連れて馬で通りかかったがこの兄様を見ていきなり「なんだお前たちはじじばばが寺もうでもするように」 田道を一列に並んで、ぶらぶら行くやつがあるか。今、合戦の真っ最中だぞ。と、恐ろしい剣幕で怒鳴りつけた。お席なさるな。ずんどはびくともせずに、落ち着き払って答えた。合戦はこれからでおざる。今から田へ踏み込んで、泥まぶれになったところで、いっとき早く勝つわけでもおざらぬ。織田殿の先人は徳川。 徳川のまた先人は堺、堺のそのまた先人はこのずんどでおざる。先人のことは、先人にお任せあれ。つまり、これが石原ずんどえもんだった。孫七郎とずんどえもんは、人も知る無理の親友だった。孫七は、顔の造作がそうであるように、すべてが青まかでのんびりしている。決してせかせかしない。 しかも、それがず抜けているので、孫七と連れになるな、という通言さえもでき、とかく同愛の仲間外れにされがちだった。ずんどは親友として、一番それが口惜しい。ボングどもに、孫七の値打ちはわからぬ。あれはそこらあたりに転げている。雑表武者とは種が違うんだ。よく、あの目を見ろ。しばしばそういうので、人々はつくづく。 孫七郎の目を見直すけれども、何しろ漠然たるもので、どこにそんな値打ちがあるのか見当がつかぬといった具合である。そこでずんどは、ますます躍起になり、孫七は今にきっと大物になる。必ず竜となって昇天する時が来る。今は途中に窒服しているだけだ。などと力み返るが、当の孫七郎はどこを風が吹くかという顔つきなので。 はなはだ対象がおかしい。はは土中の竜というと、つまり、もぐら餅ちだな。そう言って、みんなは混ぜっ返すわけだった。天正元年2月のある日、ずんど右衛門がふいと、孫七郎の住居へ訪ねてきた。孫七郎は部屋の真ん中に座り、矢を2本そこへ置いて、何かしきりに首をひねっているところだった。ずんどが上がっていっても、 ととんときもしない。何をしていると聞いても「よう」というだけだったずんどはまわず入っていってその前へ座った「おいし七矢を二本前に置いて何を思案しているんだ」「に、石原ずんどえもんか?」 そう言って、ようやく孫七郎はこっちを見た。実は、いかにもわけのわからないことがあってな。この四五日というもの、考えあぐれているところだ。何がそんなにわからないんだ。ここに、矢が二本ある。彼はいつものゆっくりした調子で、一語ずつ、念を入れてそう言い出した。つまり、これは二という数だ。三でもないし、また一でもない。 縦から見ても、横から見ても二だ。なあ、石原ずんだやも、そうじゃないか確かに、矢が二本。それがどうしたんだ三方では、二を二で割ると、一になるという。この二本の矢を、こう、両方へ割る。いいか一本をこっち、また一本はこっちへ。ところが見ろ。やっぱり矢は二本ある。一にはならない。 この通り、ちゃんと二だ。これは三方が誤っているのかそれとも今日は、話があってきたんだ。ずんどは黙って、二本の矢をそっちへ押しのけながら言った。いや、三方なんか押しちゃっておけ。話というのは、先日も申した嫁のことだが、お前、考えてみたか。どうだうん。孫七郎は、未練らしく、二本の矢の方へ。 ながをくれながらうなずいた。考えてみたよ。だが、石原ずんだよ。もあれはなかなか大きな問題だ。何が大きな問題だたがが嫁を取るか取らぬか、世間ありふれた話じゃないか。お前はむやみに、嫁を取れ、嫁を取れと言うけれども、よく考えてみると、嫁を取るということは、続めて言えば、妻を持つことだ。つまり言ってみれば、 一人身で亡くなるわけだ。そんなことはわかりきっているよ。いや、そうじゃない。これはそう、簡単なわけのものじゃないぞ。例えばここに矢が一本ある。そう言って、彼はずんどが押しのけた矢をまた引き寄せた。これを柿の木まおしちろうとする。いいか石原ずんだいもん。そこへだな。もう一本、この矢を持ってくるとする。 どうしてそう嫌にちょっかいを出すんだずんどはその2本をひったくって墨の方へ放り出し、むずと座り直していった。はっきり言うが、お前は嫁を取らなくちゃいかん。いいか嫁を取るんだ。妻を持つんだ。身を固めるんだ。分かったかお前は、こらい性のない男だな、石原ずんど右も門。もう怒ったのか何も言うな。今日、俺が晩飯をするから来い。 その時またよくわかるように話してやる。いいか晩飯だぞ。ずんどは叩きつけるように言うと、急いで出て行ってしまった。どうかして、孫七郎を世に出してやりたい。それがずんどの願いだった。彼はまた不運な巡り合わせで、十七歳にもなるのに、まだ一度も戦場へ出たことがない。いつも留守の番に回される。当たり前のものなら、 ゼガヒでも一度や二度は出陣を願い出るだろうが、彼は命ぜられたら命ぜられる通り、夫に何の不平もなく、与えられた役目をコツコツと守っている。ずんどにはそれが歯がゆくてならない。何とかして彼の存在をはっきりさせ、世間の警部の目を驚かしてやりたい。なるほど、そうだったか。と、簡単な声を上げさせてやりたいと思った。 そこで考えついたのが、嫁を持たせることだった。妻をめとれば、人柄も変わるであろう。そして、子供でも生まれたら、少しは欲も出るに違いない。これは何としても、結婚させなくてはならぬ、と思い決めたのであった。その日の、暮れ方であった。真後しろはいつものゆったりとした足取りで、ずんどの住まいへやってきた。ずんどえもんは、 坂井家の番頭角で、菓子も十人いるし、馬も三頭持っている。やってきた孫七郎は玄関へは上がらないで、脇の方から馬屋の前へ回って行った。そして、そこに繋いである三頭の中でも、ひときわ一物と思えるセグロの前に立ち止まって、ほれ惚れと我を忘れたように眺め始めた。石原家の菓子が見つけなかったら、 多分そのまま何時間でもそうしていたことだろう。これは柿の木殿ではございませんか通りかかった若い歌詞がびっくりして呼びかけた。主が先国からお待ち申しておりますが、どうなすったのでございますか孫七はゆっくり振り返った。そして缶に耐えたという顔つきで、よい、馬だな、とつぶやき。 いかにも心残りらしく、のっしーのっしーと、馬屋の前を離れていった。ずんどはもう全部を前にして座っていた。どうしたんだ、待ちかねたぞ。今、かいをやろうと思っていたところだ。まあ、いいから座れ。直七郎は座った。ずんどはすぐに、酒を持っていれ、と呼び立てた。もう、支度をしてあったと見え、すぐにふすなが開いて、 一人の若い娘が調子を捧げて入ってきた。下膨れのふっくらとした、つまんでみたいようなくくれあごの愛くるしい顔立ちである。体つきも柔らかくすんなりした線で包まれ、白い素足のつま先が桃色に緩んでいる。美人ではないが、美人を十人集めた中でもかわいいと思わせる類いの娘だった。ずんどは、 じっと孫七郎の様子を伺っていた。孫七郎は娘を見ていた。それがうっとりとした、どこやら性の抜けたような目つきだった。こいつ、目をつけたぞ。ずんどはそう察して、思わずにやっと微笑した。娘はぽっと方を赤くし、髪も重げに深く表を伏せていた。孫七郎のうっとりとした視線が、 いつまでも食いついているので、目のやり場もないし、眩しくて仕方がないのである。なんとまあ、不遠慮にご覧なさるのだろう。娘は赤くなりつつ、少しむっとした。彼女は寸土の地儀にあたる、タイロクロベという者の,の妹で、名をお初と言った。孫七郎のことは面識こそないが、いろいろと噂に聞いていたし、 今宵の晩餐の休止に頼まれた意味もおよそわかっている。だが、それにしても、あんなにぶしつけにご覧なさるということがあるだろうか。あんなしげしげとしたお目で、そう思うとついには恥ずかしさで身が縮むようにさえ感じられてきた。孫七郎は手にした酒好きをさえ忘れたようだったが、やがて戸籍と一緒に、実に、 すばらしいとつぶやいた3そのあくる日んど右もんはすぐ話を決めるためにシ七郎を訪れた彼は昨日と同じように矢を前に並べて思案していた違うのは2本の矢が4本になっているだけで座り場所も腕組みをした格好も 昨日からじっとそうしていたもののように寸分も変わっていなかった。ずんどは呆れて目を見張った。またそんなめんどくさいことをやっているのか。今度は倍にしてみたんだが。と彼は真剣な調子で言った。つまり2を4にしてみたんだが。というのは4を4で割ると。まあいいから俺の話を聞け。ズンドは一切構わず。 そこにある矢を押しやり、むずと座って、孫七郎の顔をまともに睨んだ。睨んでおいて、やがて、にっと笑った。すると、孫七郎も、何か合点したと見え、大きな目を細くして、にやりとした。ずんどは、へっ、へっへっへと、膝をゆすった。どうだ、孫七、気に入ったかゆうべのカレー、お気に召したかどうだいや、どうも。 孫七郎は喉へ何か詰まったような声を出した。いや、どうも。文句はないだろう。とろけるような目つきをしよって、こっちが恥ずかしくなったぞ。しかし、無論気に入れば結構、俺も嬉しいというものだ。もらうだろうな。くれるのか孫七郎はそう言って、ぽっと顔を赤くした。だからこそ読んでみせたので。 お前が正直にそう乗り気になってくれれば、俺としても張り合いがある。そこで相談だ,だが、もらうと決まれば、早い方がいいだろう。それは、早いほどいいさ、石原ずんどいもん。何しろ、俺も長いこと欲しい欲しいと思っていたんだからな。今日、これからではどうだろう。おい、待て。お前あんまり明けつけすぎるぞ。いくらなんでもそれはひどかろう。そっか。 そんなにひどいかな、石原ずんどもん。日頃の孫七にも似合わぬ。無論、それほど気に入ったのなら申し分がないが、こういうことには、順序というものがあるからな。向こうだって、それ相当に支度もあるし、そう、猫の子をもらうようなわけにはいかんよ。けれども、どうせくれる気になったのなら、なあ、石原ずんどもん。そう、支度だの、順序だのと、めんどくさいことは抜きにして、あっさりくれたらどうかね。 お前と俺との仲じゃないか。それにまだ他に二刀も持っているんじゃないか。え石原ずんだいもん。なんだ他にまだ二刀とは。ずんとは首をかしげた。おい、孫七、ちょっと待て。なんだ、話が少し変だぞ。お前、何の話をしているんだなんだって、無論、セグロの話だろう。なにセグロだ。お前、馬の。 ずんどは、まるで闇打ちを食ったような目をした。冗談じゃないぞ、孫七。それは話が違う。さっきから俺が言っているのは縁談だ。嫁をもらうかどうかという相談をしているんだぞ。そんなずるいやつがあるか。今さらになって、そんなバカなことを。それはこっちの言うことだ。よく聞けよ、孫七。一体、昨日の娘は気に入ったのかいらんのか。それから先に返事をしろ。 昨日の娘。今度は、孫七が首をかしげた。それは、一体どの娘かねどれもこれもない。昨べ見せた娘さ。晩飯の時、休時に出た娘があるだろう。お前、とろけそうな目で見ていたじゃないか。知らんぞ、そんなものは。そんなものがいたかね、石原ずんども冗談じゃない。冗談じゃないじゃない。俺は怒るぞ。馬鹿なことは抜きにしよう。 孫七郎は逆に詰め寄った。順序があるの、猫の子の支度だの、給仕の娘だの、嫁だのと。お前の言うことはわけがわからない。いいか石原ずん門。もん。俺はごたごたしたことは嫌いだ。すべて物事は決まりをはっきりさせなくてはいけない。はっきりと。いいかそこで改めて聞くが、セグロを俺にくれるのかくれないのか、否か、王か。一つそれだけ聞かせてもらおうじゃないか。 余計なことは抜きだ。それだけはっきり聞かせてくれ。分かったか石原ずんだいもん。ずんだいもんはため息をついた。そうだ。と、彼は腹の中でつぶやいた。昨日、こいつは、馬屋の前に食いついていたそうだ。きっと前から欲しがっていたセグロに見とれていたのだろう。つまり、頭の中がセグロでいっぱいになっていたわけだ。 娘を見せたって、見分けのつく、道理がなかったのである。ずんどは、ぬっとざを立った。俺はもう帰る。帰ると言って、セグロはどうなのかね。ずんどは、叩きつけるように言った。セグロだろうが、腹黒だろうが、まっぴらごめんだ。長い間欲しかったの、今日のうちもらいたいだの、どうも妙なことを言うと思った。おまけに、顔まで赤くしやがって。 まさか馬と、と、つぶやきながら、ずんどはプンプンして帰りかけたが、ふと振り返って、怒鳴るように叫んだ。ついでだから言っとくが、お前はいつも、俺を呼ぶのに、石原ずんどいもんという。なあ、石原ずんどいもん。いや、石原ずんどいもん。たくさんだ。人の名というものは、あまり貴重面に呼ぶとかえっておかしくなるものだ。まるで、からかわれているような気さえするぞ。これからは、だらけ呼べ。 いかか、孫七。難しいことを言うじゃないか。孫七は困ったように目をしばしばさせた。政府を抜きにして、なだっけ。つまりただ、ずんだいもんと呼んだな。ずんだいもん、ずんだいもん、ずんど。なんだか、足りまで、大砲でもっているようじゃないか。ずんどは、何も言わずに立ち去った。 四。腹を立てて帰ったものの、寸度はむしろ余計孫七郎が好きになった。あれだけの娘を見せられても、馬のことしか目につかない。武士なら当然そうあるべきで、怒る方が間違っている。やっぱり孫七は孫七だと思った。よし。こうなれば、何としてでも嫁を持たせなければならん。しかし、問題はなかなか容易ではない。 何かうまい手段を考えないと、ただではうんと言わぬ奴だ。何かこれは必死という策はないかしらん。そう考えて、しきりにその折を伺っていた。しかし、それより前に思いがけぬ合戦が始まり、そんなことは一んに吹き飛ばされてしまったのである。遠江の国、土軍に天方という城がある。 三倉川の中流で谷会に臨んだ妖怪の地を占め、武田信玄の騎下でも有名の高い久の男女宗政が三千の聖兵をもって守備についていた。これは浜松城を北からねめ下ろして徳川氏の北前を食い止める第一戦にあたっているし、またそこを根拠として、隙さえあれば侵略の手を伸ばそうと腰淡々たる構えを持っていた。 家康は前から頑丈の小太とも言うべきこの状態を覗くべく気を伺っていたが、折から信玄が相模の北条氏と改戦したので、にわかに軍儀をまとめて、天方城攻略の兵を挙げたのだ。出陣の命を受けた石原寸大門は、すぐさま孫七郎の住まいへ飛んで行った。孫七は、久し先へ鎧を取り出して、広くのどかに、 金具の清ぶきをしていた。どうした、孫七。榊原殿でも兵を出すと聞いたが、いよいよお前も出陣かああ、石原ずんどいもんか。孫七郎は、こっちを見て、にやっとした。いい日和が続くな。そんなところに立っていないで、とにかく、こっちへ上がったらどうだそんな暇はない。お前、出陣するのかしないのか まだ、何も聞かないがね。何にも。そんなのんきなことを言って。超、すぐ行って願い、孫七。俺も行ってやる。今度こそ出陣して、人働きするんだ。そう、一緒に行こう。お前、無理なことを言うな、石原ずんどもん。どうして俺が無理なんだだって考えてみろ。鎧の金具をゆっくりと拭きながら、孫七はゅんと解いた。 戦というものはな、戦場で戦うだけが全部じゃない。もちろん合戦の場も大切だ。大切だけれども、誰も彼も戦場へ出てしまってどうするんだ。なあ、石原ずんだいもん。そういう簡単なわけのものじゃないだろう。留守城の固めもある、両末の輸送もある、武器弾薬の補給もなかなか大変だ。たくさんだ。たくさんだ、孫七。 本当に、たくさんだというように、ずんどは手を振った。それよりお前、戦場へは出たいのか出たくないのか、武士として一度は出陣したくないのか。怒りっぽい男だな、石原ずんどえもん。お前、どうしてそうすぐに逆上するんだこれはそう言いかけて、ずんどえもんは飛びついて噛みつきそうな目をした。無論、実際には飛びつきも噛みつきもしなかったが、 彼は顔を赤く膨らして、勝手にしようと言うなり、くるっと厳を返して走り去った。それから間もなく、天型城攻撃の兵馬は浜松を進発した。首相は平岩新吉。これに家康騎下の精兵をすぐって千五百余期。天竜川に沿って上流へ遡り、東へ渡って本宮山を越え、すぐに 天方城を絡めてをつく作戦だった。時は、春三月。山はこの目立ちの季節で、あらゆる木々の小が、それぞれの新芽の色で、おぼろに彩られていた。誰かが散々している通り、それは、紅葉の山よりも美しく、誠に目もあやなる景観であった。草林の間には桜が咲き、盛りの桃が見えた。 日だまりには山吹きの鮮やかな木が燃えるようで、谷いのあたりに、しきりと銅王のさえずりが聞こえる。言ってみればつまり、全体としては、さんにでも歩くような楽しい進軍だったわけである。けれども、天竜の渡河天へ着くと、そこでにわかに予定の作戦を変えなければならなくなった。長者を放って探知したところによれば、敵の防備は、 二股の出城を中心に、すっかり迎撃の用意ができていたからである。そこで渡河店を三里ほど上へ上げ、夜院に乗じて一気に渡ると、小児田は残したまま、すぐに本宮さんの裾へ取りついた。そして、兵を二手に分け、一羽山越えをして絡めてに当て、一羽山六を南へ回って大手を突く。強撃の軍配で、ひしひしと攻め寄せた。 浜松を出てから三日目の創業。城兵の銃撃をもって、合戦の火蓋は切られた。石原寸ん門は、大久保新十郎とともに、大手の先陣を務めていた。槍組百鬼を引っ下げ、矢玉の中を無に無散に突っ込んでいったが、これは無論、そのまま城へ乗っかけるわけでもなく、いわば敵の勢力を探るのが目的なので、まっしぐらに二段ばかり突っ込むと、 兵をまとめて、ひとまず、土地のくぼみへ退避した。あまりに敵の戦者が激しいので、それ以上は無理にも進めなかったから彼らは、くぼ地へ飛び込むと、胸苦しいほどあいでいた。鎧や具足の下は、みんな、ぐっしょり汗だった。これはどうも。ふと、頭の上で、のんびりした声が聞こえた。 危ないもんだな。ずんどはびっくりして振り返った。するとついそこに柿の木孫七郎が立っていたので、今度は本当にびっくりした。孫七は兜を跳ねて高紐にかけ、槍を片手に持って大きな目を糸ほども細くして、じっと敵陣の方を見守っている。ずんどは我を忘れて、よっ、孫七かと叫んだ。 お前来たのかやっぱり来たのかマオシああ、来たよ。マオシは見向きもしなかった。つまり来たから、自然ここにいるわけだ。いつ来たどうしてどこで追いついたよく来られたな。どうしたんだ何もかも、一んに聞きたい気持ちでそう畳みかけたが、マオシロは返事もしないで敵人を見守っていた。矢が飛んできたり、 弾丸が土を跳ね返したりするたびに、彼は大きな目を向いて、ひょいとその行方を見送る。それは、まるで理解しがたい者の,の正体を突き止めようとでもするような、好奇心と驚きの入り混じった目つきだった。二十七歳にして初めて戦場へ出た彼には、あらゆる事物が生々しく鮮やかで、その抜き差しならぬ実感が、どうにも腹に応えると見える。 やがて、孫七は、ゆらりと頭を振った。よ、どうも。と、彼は、勘に耐えた,たような声で呟いた。これは、危険至極なものだ。何がそんなに危険なんだ何がって、石原ずんだよん。お前にはこれが見えないのか。むやみに、こう弓矢だの、鉄砲玉なんぞが飛んできてさ。戦場というところは、 危険至獄なものじゃないか。ずんどは目を向いた。そして何か怒鳴ろうとしたが、その時右翼から、上兵が撃って出るぞ、とわみく声がした。突っ込めわっという時の声が起こるのを合図に、ずんどは孫七をそのままにして、窪地から一山に飛び出していった。が、 まさしく敵は城門を開いて切って出た。寄せ手の兵も時を作って突っ込んだ。緩やかな丘の起伏とかすかに青み始めた草原の続く屈強の戦場である。両軍の兵は剣と槍をひらめかして濁流の愛よるように衝突した。ちょうどその戦場の中ほどに一本の八重桜が立っていた。 淡いボタン色の花が真っ盛りで、木陰が暗く見えるほど、だんだんたる花まりを重ねている。その周りで、槍や刀がキラキラ光り、敵も味方もごちゃごちゃになって戦っていた。奇妙に、その桜の周りが一番激しい。少し脇の方へ移るかと思うと、まるで相談したようにすぐまた集まってくる。これは面白いな。 直ご郎は丘の上から見ていて、さも京ありげに呟いた。どういうわけであんなに桜の周りへ集まるのだろうもっと脇へ寄れば足場も広いのにさ。あれはつまり合戦をするにも花影などの方が景気がいいというわけかしらん。その人合わせが終わるまで彼は丘の上から動かなかった。 それはまだ探り戦だった。敵は城の方へ引き寄せようとするし、味方は城兵をおびき出そうとする。いつでも決戦の含みはありながら、まだ相互に力の度合いを測っている。そういう戦だった。だから抜き差しならぬ一瞬の来る前に、両軍は巧みにさっと相分かれた。ずんどえもんも手兵をまとめて交代した。そして、 さっきの窪地のところまで下がってくると、そこの丘の上に立っている、孫七郎を認めて駆け寄った。ポジだったか、孫七怪我はないか怪我だって孫七は、哀れむような目で友達を見た。なぜ俺が怪我をするんだなぜってつまり、お前今、切り込んだんじゃないのか切り込めはしないさ。じゃあ、ずんどはツアーを飲んだ。 ようさっきから、そこにそうやって立ったままか。あ、はあ、こうやって立ったままさ。どうして切り込まなかったずんどは知ったした。せっかく戦場に恵まれて、目の前に合戦を見ながら、どうして野放のように突っ立っているんだ。お前、おじけがついたのかでは、もう合戦はおしまいなのかね石原ずんどえもん。バカなことを言え。 合戦はこれからだ。今のは探り戦というくらいのもので、本当の戦いはこれから始まるんだ。そんなら何もそう、せかせかすることはないじゃないか。孫七郎はむしろたしなめるようにそう言った。俺にはまだ戦の気合が飲み込めない。それでまあ、ここから様子を見ていたというわけだ。ものには順序あるからな。ずんどいもんはさっさと陣へ下がっていった。 その日は暮れ方にもう一合わせあった。孫七郎はそれにも出なかった。どうもまだ合戦の気合がわからない。というのである。相手になると勘が立つばかりだから、ずんどえもんは恐ろしい目で睨みつけ、どうとも自分の空いたようにしろ。そう言って、もう孫七郎のことは投げ出してしまった。アクル総長、絡めての攻撃が始まると同時に、 大手の兵も、いよいよ、決戦を挑んで、陣を進めた。城の師匠、久野団長は、全兵を二手に分け、よく不いで、しばしば寄せてを苦戦に追い詰めた。およそ、午前十時頃であろう。石原寸大門が、左翼から中央へ突っ込もうとしていると、ふと向こうに、柿の木孫七郎の姿が見えた。いよいよやるか。 そう思って見ていると、孫七は、例のゆったりとした足取りで、ずっかずっかと合戦場の方へ歩いてゆく。わらじが重くてしようがない、とでも言いたげな足取りである。そして、ようやくかの八重桜の下へたどり着いたと見ると、槍をそこへ置いて、やおら桜の枝の一つへ飛びついた。何を、あいつ、木でも違ったのかずんどは目を向いた。 周りでは、おしつ、いしつ、敵も味方も必死になって戦っている。もうもうと土ぼこりが舞い立ち、たちや槍がキラキラとひらめき飛んだ。ワおンと耳をおうかんありとあらゆるものが沸騰しもみ返す。まさにゅらばとも言うべき決戦のさなかで、孫七郎一人ゆうひゆうと桜の枝を折っているのだ。二度、三度。 飛び上がり飛び上がりして、ようやく、マリのように、花をつけた一枝を折り取ると、彼はひどく上機嫌で、自分の鎧のエビラへと差し込んだ。そこへ溜まりかねて、ずんどが駆けつけてきた。何の真似だいい加減にしよう、孫七。貴様、この合戦の真ん中で。ちょ、そんなことをしていると、増票の餌食になるぞ。ああ、石原ずんどえもん、お前か。 孫七は、さも嬉しそうに叫んだ。俺はお前を探していたんだ。非常に大事な話があるんだ。ちょっと、そこへかけないか。突っ込めと、ずんどはわめいた。突っ込め、孫七。貴様、ウイだぞ。せめて、カブト首の一つも取らんと、浜松へは帰れないぞ。突っ込むんだ、孫七。それはわかっているよ。だが、大切な話が。ずんどは、もう一度、突っ込め 絶叫したまま、槍を取り直して、まっしぐらに敵の中へ飛び込んでいった。孫七郎は、投げかわしいという目でそれを見送ったが、今度は首をねじむけて、エビらへ刺した桜の花枝の具合を見た。かなり、満足だったのであろう。やがて手をはたき、そこに置いた槍を取り上げると、では一つ、といった身振りで、前へと歩き出した。 前後左右、どこもかしこも、切り結ぶ敵味方の兵でいっぱいだった。ちょっと見ると、どれが味方で、どれが敵だかわからない。みんな目を血走らせ、歯を食いしばって、斧が相手と表も振らず切り結んでいる。あらゆる神経がその限度まで緊張しきっていると見えるのに、案外その動作は、緩慢で、ぎくしゃくしたものに思える。ところが、いざ自分で槍を取り直してみると、 看万どころか呼びかける隙さえない。誰も彼もが、うの相手に、己の全身を打ち込んでいた。五艦のほかに、六艦というものがあるとすれば、いや、七艦であろうと八艦であろうと、すべてを挙げて、相手を倒すという一点に集中しているのだ。みんな、忙しそうだな。マウシチロは、あたりを見回しながらつぶやいた。まるで、 手の空いた奴はいないじゃないか。ああ、一人あそこにいるのが。いや、あれも相手がある。全く相手がなかった。四方八方、至るところで戦っているが、孫七郎に注意を向けてくれるものは見当たらなかった。できるだけ、エビラの桜を敵の目につくように、体の角度を色々安培しながら進んでいったが、どうしても、我こそと名乗りかける相手がない。 これでは合戦にならないのである。孫七郎はほとほと音楽した。それで思い切って、やあやあと体温を上げて叫んでみた。やあやあ毒合戦はまさに竹縄だった。やあやあぐらいの叫び声が聞こえる通りはない。 だいたい戦場の雰囲気には絶えず一筋の流れがあって、たるむ時はたるむなり、また閉まる時は閉まるなりに、全戦場を貫いて共通する一種の反射神経に支配される。例えば、敵と味方とが顔を合わせた時、その一瞬に食い合う目、王という呼吸の合致があって、初めて戦いになる。敵を求める心と心とがぴたりと噛み合うところに、 勝負が始まるわけだ。ところが、真後ろにはそれがない。全戦場を貫く闘志の流れが彼の中にはないのだ。ちょうど、油の中へ水を一滴垂らしたように、どうにも周囲と密度が合わない。彼は前の日、気合がわからない、と言ったが、つまり、その気合に乗ることができないのだ。言ってみれば、紛れ込んだ人間だったのである。や、や 彼は困惑して、どうにもしようがなしに漠然と歩いていった。弱ったな、これは。やあやあ。やあやあ。そのうちには相手があるだろう。誰か一人くらいは突っかけてくるだろう。そう思いながら、なるべく、エビラの花枝の目立つように、ずっかずっかと歩いていった。こうして、いつか知らん、白兵船の中を通り抜け、やがてのことに、敵の縄文の前へ、 行き着いてしまった。冗談じゃない、そんなバカなことが。そう思ってつくづく見回したが、まさしく敵の城門の前に違いない。これは大変なことをした。孫七は思わずそうつぶやいた。どうしよう。なんだか大層ぶ作法なことをしでかしたような気持ちである。彼は赤くなって照れ、途方に暮れてため息をついた。それから、 引き返そうとして向き直ったとき、合戦場の方からバラバラと敵兵が崩れたってきた。孫七は左右を見た。味方は自分一人である。今こそ相手を横取りされる心配はない。つまり向こうから崩れたってくる敵は全部自分一人のものだ。そう思うと彼は身内がうずくように感じた。彼は縄文を背にぬっくと立ち。 槍を高く突き上げながら叫んだ「やあやあこれは坂木原小平太康政の家来柿の木孫七郎小吉なり我と思う者は素晴らしい体温でそこまで叫んだするとそこで事態は一変に変わった崩れ立ってきた敵兵とそれを追い詰めてきた徳川軍の先手とがこれを聞いたのであるそして城門の前に槍を上げて立っている 名護シの姿を見た。味方は、おう、名ゴシが、一番乗りをしたぞ。わめき合い、敵兵は、もう、城を乗られた、と、老媒した。それで、城へは入らないで、そのまま横へと山を生み出して配送した。味方の兵は、もうそんなものは捨てて、城を乗られ、城へ、城へ、と、怒涛のように、城門へ殺到してきた。我と思わん者は、 そう言いかけたまま棒立ちになっていた孫七は、どっと押してくる味方の兵の中へ、そのまま揉み込まれてしまった。天型城は、その時、絡めてをも破られていた。寄せ手の強撃が見事に功を奏したのに反し、上将久の団城は、妖害を頼みすぎて、再敗を誤った。破れた兵は、破れたまま、ちり散りになり、 陣容を立て直す気を失った。これはもういけないと思ったのだろう。大手の城門が破られるより先に、男女宗政はさっさと城から脱出してしまった。もちろん、それで合戦は底をついた。敵の残兵は上昇の後を追って総崩れとなり、天方城は攻撃二日目で陥落したのである。 石原ずんどえもんは、城の本丸の類のところで、孫七を探し当てた。孫七郎は、石に腰をかけて、ひどく照れていた。何しろ今、戦目助が来て、彼の一番乗りを光明町につけていったところなのだから。いくら説明しようとしても、誰も耳を貸さなかった。あっぱれだな、柿の木。孫七、やったな。 偉人で一番乗りとはさすがだ。帰ると、番頭だぞ。知る者も,も知らぬ者も,もやってきて、そう喝采する。それが人渡り済むと、すぐまた後から押しかけてきて、孫氏やったら、おっぱれたな、カキロキ。と、同じことを聞かされる。そうじゃないと言おうとしても、決して取り合ってくれない。しょうがないので、ただ頭をかしげて、弱って、 照れていたところだったのだ。なあ、石原ずんどえもん。と、彼はすっかり事情を打ち明けていった。そういうわけで、俺は何にもェアしなかった。ただ歩いているうちに、城門の前へ来てしまったんだ。嘘も隠しもない、ただ歩いてきたんだ。誰か一人くらい相手があるだろうと思ってさ。それでいいんだ。 それがずんどはふと顔を引き締めていった廃戦の第一弾で倒れるものもある満身創痍となっても兜首一つ取らぬものもあるまたお前のようにただ歩いていって一番乗りの巧妙をすることもあるこれが合戦だいいか孫し合戦とは巧妙を手柄にあるんじゃないそれも結果の一つではあるがめは戦う心だ 味方を勝利に導くために生命も名も捨てて帰り見ない。その心さえ確かなれば、あとは神の城示すままだよ。孫七は孫七なりに戦った。それでいいんだ。何もそう照れることはないよ。それにしてもさ、孫七郎はうんとうなずいた後から、しかしいかにも具合が悪そうに言った。このエビラへ、 わざわざ桜まで刺して、なるべく目につくように工夫をしたのだぜ。ところが、誰も見つけてくれないんだ。一体、どうして敵は俺をあんなに嫌ったのかね。一度なぞは俺が、やあやあ、と怒鳴ったら、敵兵の一人がこちらを見た。こういう目つきで。彼は、そういう目つきをしてみせた。こういう目で、こっちを見た。締めたと思った。この木を逃してはならんと思って、 もう一度、やあやあ、と叫んだ。すると、その敵兵が、なんだ、と、怒鳴り返した。なんだ、と、これには、元句に詰まった。またどうして、元句に詰まるんだ。どうしてだって孫七は、偶然とした。どうしてって、別に用があるわけじゃないじゃないか。なんだと言われたって、これこれだからとか、実は、これこれのことで、とか。 そういう場合じゃないじゃないか。それは多分、なんだろう。ずんどはめんどくさくなって遮った。きっとその相手が孫七と連れになるなということを知っていたんだろう。お前、もう怒るのか石原ずんどえもん。いいからたと、馬寄せだ。そう言って、ずんどは切り捨を返した。本当にその時、性揃えのほらが、びょビびょうと、 大きくなりわたった。孫七郎は、やおら石から腰を上げたが、先へ行く寸んの後ろ姿を見ると、急に、おう、そうだ、と、と手を上げた。おい、石原ずんどいもん、ちょっと待ってくれ。俺はお前に大事な話があった。俺は、嫁をもらわなくちゃならないんだ。何なんだって、孫七。と、寸んは、 びっくりして振り返った。嫁がどうしたって嫁をもらうんだよ。孫七は熱心に言った。つまり、誰か俺にふさわしい娘があったら、それを女房にして身を固めたいんだ。続めて言えば、再退するわけだ。それは本当かずんどは駆け戻ってきた。それは本心か、孫七。本気でそう思うのか本気だとも。それともお前、まだ、 早いとでも言うのかね。何を言うものか。早いどころか、遅すぎるくらいだ。しかし、またどうして、急にそんな殊勝な気持ちになったのかい。俺は、たまげた。孫七は、ゆらりと頭を揺すった。戦場が、こんなに危険なものだということは知らなかった。初めて見て、たまげたんだ。これじゃあ危ない。戦場が、こんな危険なものだとすると、 独身ではいられないじゃないか。お前、また、めんどくさいことを言い出すんじゃないのかめんどくさいことはないさ。ものの道理を考えてみればわかる。だって、そうだろう。独身ということは、妻がないということだ。してみれば、順序として、世継ぎの子もないという感情になる。そうすれば、俺がもしこの次戦場に出て、ブーンベレタク、討ち死にをした場合に。 一体、誰が柿の木の仮名を継ぐと思うのかねずんどは、もうそこにいなかった。我慢を切らして駆け出していた。ま七しちろうは、その後ろ姿を見送りながら、おい、石原ずんどエもん、と、呼びかけた。お前、話はわかったのかすると、ずんどは振り向きもしないで、わかったと、叫び返した。嫁のこと、 引き受けたよと真後郎はいかにも哀れみに絶えないという目つきで見やりゆっくりとこうつぶやいたあれも古来性のない男だご視聴ありがとうございました山本周五郎を咲く孫七とずんどこれにて 読み終わりでございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねもよろしく。